さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気だ。ミシェルさんは、はい、イメージからして得意そうなんですが、はい、英語得意でした、学生の時。いや、喋るとかさ、そういうことより、あのグラマー、基本あの基礎、文法の方が、あれはもうよく分かんなかったね。難しいですよね。やっぱりみんなそうできたもんね。でも、いや、好きではあったんですけど、やっぱりでも喋ったりとかってなると結構難しかったりとかはしますよね。そういう機会もないもんね、はい、でも留学の経験があるから、まあでも身振り手振りだけでどうにか伝えたっていう感じなんですけど。いや、ミシェル、俺の一番得意なやつ分かるだろうね、日本人の英語力って、はい、もう世界から見るとまだまだ勉強しなきゃいけないってところがあると思うんですが、はい、今回ご紹介するのは、1980年以来日本で唯一のTOEFLテスト公式情報発信源として英語運用能力の習得を支援しています、こちらの団体です。第二次世界大戦における被害者数の総計はおよそ5000万から8000万人。当時、世界の人口の 2.5% 以上が被害者となった。このような惨事を二度と起こさないためには、若者の国境を越えた交流が大事である。こう唱えた4名のアメリカの教育者によって創設された非営利法人 CIEE。この理念は現在も受け継がれている。そこで今回は CIEE 日本代表部事業統括本部長根本仁に話を聞いた。まず事業内容から教えていただけますか。あ、はい、私ども CIEE という組織なんですけれども、はい、まあ、2つ大きな事業があります。で、1つは、私たちが最初に団体ができたその、まあ、理由なんですけども、大学生を中心とした若い世代に、はい、海外をいろんな形で体験してもらうという形の、まあ、授業が一つですね、はい、でもう一つは、1981年からなんですけれども、TOEFL という英語のテストの日本事務局を、はい、あのやっております。はい、TOEFL はね、もうみんなそこを目指して頑張るけどね、はい、CIE 立ち上げのきっかけっていうと何ですか。うん、はい、まあ、かなりあの以前になるんですけれども、はい、私たちの団体のアメリカの本部ができましたのは1947年ということで、第二次世界大戦が終わった後になるんですが、まあ、2つ大きな世界大戦があって、でやはりその理由としては、そのお互いのやはり理解が欠けていただろうと、まあ、そういう中で、まあ、それをじゃあ解決していくにはやはり若い世代、うん、これから勉強していこうという世代が、まあ、海外で勉強する機会を作ろうということをアメリカの大学の関係者が、まあ、考えまして、うん、まあ、そういう目的で団体を作るということで、私たち CIE を作ったという形になっています。で、まあ、こういうそのいわゆる非営利組織といいますのは、うん、まあ、アメリカではその1950年代からかなり広まって、うん、たくさんあのいろんな形の団体があるんですが、まあ、その年代からするとやはり私たちの団体というのは非常に先駆けてそういうことができたという形で、まあ、日本はあの1965年にできましたので、昨年50周年になりまして、はい、あのまあ本当によあの幸運だったんですが、あのケネディ駐日大使にご臨席いただきまして、式典にあの来ていただいて、まあ、ご挨拶もいただいて、そういうことで始まったんですか。はい、お互いの理解を高めるためっていう。そうですね。はい、へえ、知らなかったね。知らなかったです。はい、そういうことなんだ。今はこうその人のレベルを測るために使われることが多いイメージだったんで。そうですね。英語のテストはもちろんあるんですけれども、まあ元々は私たちの団体としてはその交流をどんどんやっていこう。今も、まあ、世界中で、まあ、アメリカの学生がいろんな国で学ぶ、うん、日本の学生がいろんな国で学ぶ、うん、まあ、日本にも来ることもあるんですけども、うん、まあ、そういう形で相互の交流をしているというのが、まあ、一つですね。まあ、それと別にテストの授業はまた別にあるんですけども、はい、別なんですね。はい、TOEFLのテストって結構受けてる方多いんですけど、はい、私は経験がないんですが、はい、どういうテストなのかって改めて教えていただけますか。はい、まあ、日本人が慣れているのは例えば紙と鉛筆のテストであるとか、はい、マークシートのテストですけども、うん、TOEFLの場合はあのテストのセンターに行って、それからコンピューターの前に
座っておきます、はいはい、でコンピューターの画面に問題が出てきますので、うん、まあ、それを出てそれを読む、うん、あるいはヘッドホンで音声を聞く、から話すと書くが、まあ、一番特徴があるんですけども、コンピューターに出てきた、まあ、問題、まあ、読む問題あるいは聞く問題を聞いて、まあ、マイクがついてますのでそれで設問を話す、その問題こういうことについて要約を1分で話してください、で話をする、あるいは、まあ、書くというのも実際に書くのではなくて、まあ、タイプをするんですけれども、はい、あの場合でもやはり問題が出てきまして、うん、で、まあ、こう書いた問題があってそれから流れてきて、でそれを両方聞いて読んで、それについて作る文章を作るということを、まあ、全体でやって、うん、4時間ちょっとかかるのでちょっと長いんですけれども、全体的な技能をもうその時1回で全部測ってしまう、はそういう試験ですね。就職試験の時とかそういうテストで何ポイントだとか、はい、そういう評価がすごく大事になってくるって、はい、もうそれだけ認められてるわけだもんね。そうですね、あとは海外にその勉強しに行く、はい、その留学する、うん、まあ、それは今までは英語をしゃべる国だけでしたけれども、うん、例えば今中国に留学をする、韓国に留学する、うん、あるいはインドネシアに行く、うん、まあ、そういうその英語でない国でも TOEFL のスコアがあれば、うん、あ、英語はこの人はこのぐらいできるんだねという形になりますので、まあ、それで世界中で、まあ、日本でも留学生が来るときは英語力の試験は TOEFL が必要なので、うん、まあ、そういう意味では世界中で通用する力、うん、TOEFL テストは世界中の幅広い国々で受け入れられているテストで、これまでになんとおよそ3000万人以上が受験しているのだ。アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダのほぼ全ての大学をはじめとした130カ国9000以上の機関が TOEFL テストスコアを英語能力の証明、入学や推薦入学、奨学金、卒業の基準として利用している。日本でも教育機関などでの学内単位認定や入試優遇、海外派遣選考の目安として利用されているのだ。やっぱり難しいですか？噂では難しいっていう難しいでしょう、これは聞きますけど、そうですね、TOEFLテストが、うん、その話題になってこの2年ぐらい特にある場面ではよく日本人には難しいんじゃないかっていうようなことを言われたりすることもあります、ね、はい、で、まあ、我々として思うのはまずじゃあ誰にとって難しいのか、うん、それから何点を取るのが難しいのかっていうところがないと合格不合格のテストではないので、うん、はい、それはじゃあ誰にとっては難しすぎるのかどうかっていうところが欠けてるなと思っていまして、うん、はい、例えば日本の高校生でもある程度のレベルの点数は取れますね。うん、そうですか。はい、やはりそれに向けたって言いますかね、うん、その TOEFL が要求するレベルの勉強に向けてやっていけば当然日本の、高校生たちでも十分にやります。もちろん例えば海外の大学院に行くっていうレベルの点数を高校生がぴょんと一足飛びに飛ぶことはできませんけれども、例えば海外の大学でこのくらいなら最低必要かなっていうところには行くことは十分できますね。それはやはり勉強法であるとか自分の日々の努力であるとか、私たちがこう一緒にTOEFLのことを、まあ、やっている先生方でおっしゃるんですけども、英語を学ぶのは例えば音楽とかスポーツにちょっと似ていると、やっぱり基礎的なことはやらなければいけない。例えば筋肉トレーニングは誰も好きじゃないわけですよね。でもそれを少しずつやる、今度は自分の工夫をすることによってそのそれに到達していける、で自分がそれを使えるともっと楽しくなるっていう、サッカーでも多分そうですね、同じことが言えると思うんですけど、全く筋力がないところでボールを蹴ろうとしてもできないですもんね。でも同じように基礎的な力をしっかりつけて、でさらに自分で努力をしていけば十分に目標とする点数は取れます。1日2日でできるとか本を1冊やっただけではできませんけども、努力をすれば当然正しいアプローチを取っていけば十分にできますね。
はい、まあ、言葉に恐怖心がなくなったとか、言葉がまあ完璧にはならないと思うね、日本人が一生懸命やってもさ、うん、フランス人が一生懸命英語をやっても、うん、でもその伝わったりニュアンスまで分かるっていうことがどれだけ楽しいことかっていうのはありますよね、はい、ありますね。僕は悔しいかな、はい、その英語そこまでダメなんだけどさ、うん、だけども何かこう会話の上で交流ができたり伝わるっていうのは、うん、一言より二言知ってた方がいいし、二言より三言知ってた方がいいですよね、やっぱりね、はい、自分の言葉で喋るっていうことですよね。その、まあ、通訳機とか、うん、もしかしたらこれからの将来、うん、日本語喋っても同時に英語が聞こえてくるような、はい、そういう仕組みがあるかもしれませんけど、うん、やはり自分の言葉でその自分の表現で言う、うん、まあ、それが多少間違っていたりとか、うん、こう、ね、いうことがあってもそれは日本語でも同じですよね、うん、その日本語をもともと話さない方が少し手にわがおかしくても別に意味は分かるわけで、でもその方が嬉しいし、それからなんとなくお互いの気持ちというのが通じ合うと思うんですよね。それと同じことだと、その取っかかりというかきっかけがそこであったら本当に勉強する気になるでしょうね、またね、そういうきっかけがあって、そうですね、それとやはり勉強して例えば学位を取ってっていうことが、はい、まあ、20年前30年前よりもはるかに世界中でたくさん起こっていますので、今度その今例えば20歳の方が社会に出て、うん、その自分が仕事を得た時に、うん、その海外の相手の人が英語は喋るだけじゃなくて、うん、向こうの方は MBA を持っていたりとか、その博士の学位を持っているということになると、それなりのやっぱり内容とおしゃべりになるんですよね、うん、やはりそれいう方にこうと対等にしっかり話せていくことになるのであれば、それはやっぱり自分自身もそういうことにちゃんと対応できる英語力を持っていることが全然有利ですよね。有利ですよね、哲学的なものもちゃんと人間性のいろんな趣味のことも話せるし、うん、その自分の専門的なことも話せる、うん、そういうことがやはり必要、前以前よりももっともっと必要な段階に来ているかなと思います、うん、でも意欲的にそういう面で求めている子どもたちはいるんでしょうね、やっぱ多く、そうですね、少子化だけどもそうですね、増えてるんでしょうね、はい、多分ね、はい、必要に、はい、あと保護者の方もそういう観点で、まあ、こうできれば海外に出てみなさいという保護者の方もいらっしゃるので、そういう子どもの気持ちも親御さんの気持ちもそういう形で少しずつ変わってきていると思います。僕こういう身なんだけども、日本に閉じ込められた方なのね、いろんなことがあって国籍の子ども含めてには、だから子供たちは出したくてしょうがないですもんね。そしたらみんな出て行って帰ってこなくなっちゃった。これどう思ってんだお前。本当にもう、でもそういうことにつながってくるんだよね、保護者の人って今言われたけども、うん、そうですね、うん、自分がこうだったから息子たちには人英語、はい、英語は頼むぞみたいな、はい、とかありますよね、そうですね、やっぱり未来が変わってきてしまう、変わってくると思うんですよ、確実に変わってしまいますね、うん、その例えば自分がある企業に入って、うん、じゃあそういうことができるできないっていうことで、うん、まあ、昇進の機会とか、うん、そういったものも変わってくる可能性があります、ね、まあ、フランスに行くたんびに、はい、お前のフランス語ってそこまでみたいなさ、そうなんですっつってこれ日本人だからお前日本人に全く見えないそれがね苦痛だったりするから、うんうん、あでもそういうことがなくなれば本当に人生変わりますよね。そうですね、いろんな面で、まあ、あの仕事のことだけじゃなくて、あのいろんな面でそういうスキルをできるだけたくさん その若い世代の人たちに持ってもらいたいなと思います。いいな、ますますあのグローバルの子たちを、ね、増やしていただいて世界の日本にね、はい、そうですね、あの、はい、おしゃる通りです、そういうふうになってほしいなと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。
いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をするエストラボ。宮沢ミシェルも所帯を構える千葉県浦安市。そんな浦安に生まれ育ち、この町のために何か貢献したい、地域を盛り上げたいと団体を立ち上げ、やれることからコツコツと様々な活動を行っている男がここにいる。浦安応援会代表、岩尾陽介。今回は実際どのような活動を行っているのか詳しく話を聞いた。私今今年で30になりますが、はい、同世代の浦安出身、また今浦安に住んで同世代集めて、まあ、地域活動を通して、地域で知り合いを増やそうよとか、うん、地域と少し関係性持とうよっていうのをちょっと始めて、それでまあ軸としては、求人サイトとあと地域の情報サイトを運営しながら、まあ地域の情報を集めて地域の人たち の, あの店を取材に行ったりとか、そのようなことをやってますね。はい、主な活動としては、まあボランティアを軸にして街を歩きながらゴミ拾いして浦安のことを勉強してみたり、まあ面白い店があったらじゃあ今度ここに取材来ますんでっていう形で訪ねたり、あとはあの何でしょう、飲食店向けの海外のお客さん向けの翻訳帳、指差し翻訳帳なんですけども、そちらの方を配ったりとかしております。じゃあ浦安に本当に特化した情報を。そうですね、いや僕も浦安にね、もう住まさせていただいて、かれこれ何十年も経つから、なんか今ドッキリ来てんだろ、あれと思って。そうだ、同じね、たまたまミシェルさんがお住まいなのはよく噂では聞いてた。噂で今日初めてお会いしてる。そうですね、初めて、初めましてどうも、よろしくお願いいたします。まあ、それはやっぱり、何かコミュニティを作りたいとか、そういう、まあ元気にしようっていう、まあ元々のちょっときっかけは、やっぱり震災の時にその浦安が液状化した時にですね、すごかったですね、すごかったですね。で、なんかその時には地域とつながりないと何の情報も入ってこないんだなとか、あのつながりがあったからこそ少し周りの人に助けてもらったのを感じたのがちょっとありまして、その2年後ぐらいにやっぱり地域に混ざろうよってことで同世代と活動を始めたような感じですね。今なかなか核家族じゃないけども、こう離れてみんなね、自分のことで一生懸命になっちゃってるから、そういうのいいかもしれませんね。やっぱりどうせだと話すとそんなにあまり地域活動なんてしてないよっていう友達ばっかなんですけど、だからこそなんか入り口としてこういう団体があってもいいんじゃないかなと思ってやってみました。普段はもう全然違う仕事をされてるんですか。そうですね、普段は江戸川区の方で飲食業をやっておりまして、もともと地域活動に興味を持って地域活性化しないといけないっていうのは、その駅前が結構あまり元気じゃなくなってきちゃって、昔の方が儲かってたんですけど、最近あまり儲かってないのが、その店だけの問題なのかもしれないですし、そのエリアの問題なのかもしれないんですけど、少しなんか行政とも絡めて地域って活性化しないといけないんじゃないかなっていう時には、やってくださいやってくださいじゃなくて、こっちの民間側も動かないといけないんじゃないかなっていうのがスタートでありますね、こういう地域意識の。浦安ってでもまた今人気どんどん高まってるじゃないですか。そうですね、あのちょっと震災の時に少しイメージが落ちたって一応ニュースでは流れたんですけど、やっぱり東京の隣にあって通勤に便利だということと、あとまあ治安がいいってこと、あと教育熱に熱い、その現職の市長様もすごく教育に熱い方ですので、そういった意味では子育てしやすい町っていうので今人気があるってよく聞きますね。もう結婚するでしょ、そして子供を産んでいただいて、で最後はもう最後までずっと浦安に住み続けるっていうことを目指してるんですけどね。ああ、よく松崎市長おっしゃってます ね、 いいね。あとその話だといいお墓もありますし ね、 あもねすごく森林墓地とかも出来上がりますから、まあ30年住んで思いますけどいい町だなと思いますし、自分が家族作った時も浦安で子育てして浦安で一緒にずっといたいとかいうのぐらいにはすごく自信のある町ですね。育てやすいですよね、はい、いろんなことが整ってるからね。もともと意欲がある方がきっと浦安応援会入られてると思うんですけど、実際活動してどんな声が上がってますか、その会の中から。まあいろんな方が本当に参加されてるんですね、この最近の例ですと、あの地域にあのキリスト系の教会とかもあるんですけども、その方たち、まあ、土日ミサなんですけども、あの
一緒に混ざりたいですって声いただいて、うん、あの結構複数で外国から2年間ぐらい布教のために来てるような、うん、方々が参加してくれたり、うん、そこの教会の関係者の方々も参加してくれた、それが結構国際交流にもつながってもした、うん、しましたし、あとそういった時にはなんてその、ウォーキングしながらゴミ拾いの内容だったので、うん、その時期は、はいはい、一緒に駄菓子屋行ってみたりとか、うん、浦安ってこういう通りがあるんですよって言って、うん、なんかその昔ながらのフラワー通りとかもあるんですけども、はいはい、その2年間ぐらいしか来てなかったけども、うん、こういうところで初めて歩いたとか言って、うん、結構喜んで、なんか国際交流も絡められたなとかその時は感じましたね。あとはまあ地元の企業の方々とかも一緒に参加してくださるんで、うん、なんかハードルが低くていいってよく言われます、うん、いつでも参加できるし入会金とかまあ、うん、その会費もないしで、うん、行きたくなくなったら行かなくてもいいっていうところもありますね、うん、まあ、デメリットの一つでもあるんですけど、うん、ハードルが低い分入りやすいし出やすいみたいな感じですね、うん、活動の団体の中の中身は、うん、でも自然に応援できるっていう意味ではいいですよね。自分がやりたいと思った時、うん、そうですね、応援するきっかけをうちらの団体が作れればとは思ってます、うん、浦安近郊にお住まいのあなたもボランティアに参加してみませんか。浦安応援会では日曜日を中心にゴミ拾い企画を開催しています。気楽に参加できて散歩で健康、いろいろな人との出会いや発見があるかも。ぜひ参加してみては。何かしたいっていう、その地域のために何かしたいとか人のために何かしたいっていう方はやっぱ多いんですかね。浦安すごく市民活動が盛んな町なんですけども、はい、逆に言うとこう先輩方の団体には若い人たちの人手が足りなかったりするんで、うん、じゃあ手伝いに行きますんで、なんかいろんな何を目的にやってるのか勉強しに行ったり、その人の集め方とか勉強にしたり、そんな感じでちょっと苦労しながらもだんだんと活動を活性化させていきました。今ホームページで署名活動をされてるって聞いたんですが、はい、それは何ですか。去年ぐらいから始めた活動でして、うん、まあ、そういうゴミ拾いとか国際交流とかで地域活性化のためのその商店の応援とかだけじゃなくて、もう一つなんかこの地域の声を行政に有効的に伝えるにはどうしたらいいかなっていう時に、やっぱり署名だよねって話になりまして、やっぱりこんだけこういう要望がありますよっていうのを集めた、今のじゃあこう駅伝前で撮ってもそんなには数が集まらなくて、そのネットのその署名サイトっていうのがあるんですけども、そこにちょっと登録して、うん、地域の方から聞いた悩みとか改善したい点とかをちょっとこうリストアップして、で、うん、団体としてどれをじゃあピックアップしようかって考えた時に3つぐらいちょっと決め、うん、ピックアップしたのをちょっと署名サイトを作って集めていくっていうのを今今年から始めてますね。浦安ですと、まあ京王線とかあと東西線、まあ、うん、駅が3つあるんですけども、すごい混雑なんですね、うん、通勤時とか、うん、でその時に車内トラブル、まあ、痴漢とかもありますし、あと痴漢に間違えられて冤罪、あと喧嘩とか、うん、そういう時に監視カメラがあると予防策になるっていうのがデータで出てますんで、うん、その浦安を通ってる路線にも市民として要望として監視カメラつけてくださいっていうのを望んでますよっていうのを集めるのが1点と、うんうん、あと浦安って年間3000万人観光客来る町なんですけども、車で来ると分かるんですけど、どっからが浦安なのか、その舞浜と浦安のなんか差が激しいんですね。舞浜はリゾート地って感じなんですけど、浦安はなんかただの本当に、うん、なんか、ま、なんか同じ町だなみたいな、うん、江戸川区と、うん、まあ、あんまりちょっと言葉が悪いかもしれない、うん、あんだけ観光業で推してるこの町ですから、ようこそ浦安にとか、はい、まあ、その道路沿いがゴミがないとか、うん、ちゃんとしたなんかその、うん、結構トラックとかもいっぱい通るので、はい、ポイ捨てが激しいんですけど、すごかったね。357沿い、357沿い今でも来たことないお住まいだから、ちょっと357で通じてしまうんですね。信じられないな、本当に汚いんですよ、汚いんだよ。でもこれで観光都市としていいのかなっていうところもありますんで、うん、まあ、ああいうところが綺麗になって、例えばそのキャラクターの植木みたいなのがこう並んでるようだったら、うん、もうなんか自然とはこの町住みたいとか思ってもらえるんじゃないかなとかちょっと思うんですよね。元町があって、なんだ、新町があって、はい、中町があるじゃないですか。中町ね、だからそういうふうにして分かれてる。昔からの漁師町があったりして、はいはい、でこっちの方はもう埋め立て地があったりして、うん、でまあ、中町もあるんだけども、もう綺麗に3分の1ずつみたいな、3分の1ずつ分かれてる。すごいんだこれがね。またもともとその漁師町で、うん、その4万人3万人だった
頃からいきなし人口爆発で10万人、うん、16万人って増えていってましたんで、うん、そのエリアでエリアでね、ちょっと雰囲気が違うのが面白い。そういうのをこうミックスできればいいですよね、はい、良さを残しながらね。そうですね、こういう活動は間違いなくそれにつながるんじゃないかな、うん、こういう若者がいてくれるのはでも嬉しいね、うん、何かこう埋まらないものが住んでいて感じるんで、多分そういったところからの活動だったと思うんですよね。何かをつなげたいとか、そうですね、つなぎたいっていう欲求が強かった、うん、そうですよね。それが何か分かんないですけどね、街をつなぎたいのか、うん、人と街をつなぎたいのか、うん、でもなんとなくだんだんと活動しているうちで今、はい、ちょっとずつ方向見えてきてるかなと思います。見えてる見えてる。あ、今のお話にちょっと通じる部分もありますけど、うん、今後目標とかってありますか？そうですね、今本当に仲間とできることやれることを少しずつ積み重ねていってますので、うん、そんなに何もう大きいことをしたわけじゃなくて、この活動をだんだんとちょっとずつ広げていくことが5年10年ずっと続けていきたいかなと。もう5年後も10年後も同じことやっていることが目標といえば目標ですかね。もう本当に地域をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。この本はあなたについて書かれた物語です。あなたは今この本を手に取った。そして最初の1ページを読み始めた。この本を手に取り、あなたがこの本を読み始めたその要因こそ、本書のテーマであるあなたのセルフイメージが引き寄せたものなのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、自分史上最高になる最強セルフイメージの作り方。この本を書いたのは爆発的モチベーターの坂田幸太郎さん。うまくいく人生とそうでない人生の違いをもたらすセルフイメージを、あなたにとって最高のセルフイメージに改善していくための作戦を分かりやすく教えてくれる一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。